チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国外相来日だって、調子に乗ってるね。林外相、本当にそれでいいんですね。についてです。首がストレートネックで常に肩が凝っています。マッサージで肩をほぐしてもらいたいマリナです。韓国外交部長官、来月訪日へ、5年間絡まった韓日のもつれをほぐす。5月25日の中央日報の記事です。韓国のパク・ジン、外交部長官が来月中旬に日本を公式訪問する。韓日の複数の外交消息筋は24日。パク長官が今月10日のユン・ソクニョル大統領就任式に合わせて訪韓した、林芳正外相との初めての公式会談のために、来月19日頃に3泊4日の日程で、日本を訪問する考え、と伝えた。パク長官と林外相は9日、ソウルで2時間ほどディナーミーティングを行ったが、当時パク長官は、長官に正式任命される前だった。両国外相はユン政府発足後、初めての高官外交会談を通して、強制動員労働者賠償問題や、2015年慰安婦合意の有効性問題など、両国間に横たわる懸案に、どう対処していくかなどを深く議論する方針だ。ムンジェイン政府5年間で、最悪の関係まで突き進んだ、韓日関係を正常化する作業がいよいよ始まる。内情に精通した外交消息筋は、これまで両国間の様々な懸案を公式議論してきた局長級窓口よりもクラスを上げて次官級交渉ラインを新たに設定する法案が両国外相の間で模索されていると伝えた。各長官とイム外相とお読みした方が良いのでしょうか。ウクライナとロシアのことで一体日本に何が起きるのでしょうか。侵略や制裁がキーワードなら、韓国と話し合う懸案とは、不法占拠の竹島と、韓国が言うところの輸出規制だという、管理強化の原因となったフッ化水素などの不明点の説明。これらこそ、会話の始めではないのでしょうか。そうでなければ特に急を要する問題はないはずです。まさか、福島原発の処理水の IAEA の見解について、まさかですけど、文句を言わなかった。というのを誠意などと言いやしないでしょうね。賛同したわけでも、認めたわけでもない、何も言わなかっただけですからね。いつでも、声高に反対を訴えるのでしょう。記事の続きです。また、2019年韓国の強制動員労働者賠償判決に対する報復措置として、日本が断行した半導体素材の輸出規制を解除する法案が議論される可能性もある。米国のジョー・バイデン大統領は、21日のユン大統領との共同記者会見で、韓日関係改善について、貿易の障壁を解決する方法があり、我々はこの問題を非常に深く注視している。一部の貿易の障壁は、前任者が導入した、都市、輸出規制問題の解決を仲裁する考えを表明した。先日、ラブリー日本でもお話ししたように、バイデン大統領が話した。貿易の障壁は鉄鋼の関税の話です。いいように解釈はダメです。輸出規制を解除、なんてことを言っているうちは、話にならないのですよ。林外相は、フッ化水素とかの説明は、って問うだけでいいはずです。規制もしてないのに法案も何もありません。陽日が漏れ出ています。さらに記事の続きです。各長官は韓日交流再開を象徴する意味で、これまで新型コロナウイルス感染症、新型肺炎で、運航が中断されてきた金浦から羽田路線を通じて、日本を訪れる方針だという。両国間のビザ免除を回復する措置も発表する見通しだ。各長官の訪日期間中、岸田文雄首相との会談が実現するかどうかにも、注目が集まっている。なぜにビザ免除を欲しがるのでしょう。日本も必要でしょうか。林外相、陽日
って言葉はバカにされてるってことですよ。わかってますか？林外相さん、イム外相と呼ばれるかの瀬戸際ですよ。巷では、ウィン外相とも言われてますけど、ラブリー日本では、場合によっては、イム、と韓国読みさせていただきますからね。最後の一文をご紹介する前に、数々の気になる記事をざっとご紹介しましょう。すべて5月に入ってからのニュース記事です。5月25日、連合ニュースからです。韓国海洋水産部長官、TPP 加入しても、福島産水産物の輸入認めない。5月24日、夕刊フジからです。竹島専従、新型調査船が就航、韓国に関係改善の意思なし。外交ルートで抗議も相次ぐ反日暴挙、実効支配強化が加速する恐れ。5月18日、朝日新聞からです。元徴用工問題など、安易な妥協するな。韓国支援団体、ユン政権に要求。なかなかこの後に及んでも、反日ぶりはちゃんとしています。やる気満々です。ただね、一方でかなり韓国発の反日記事が減ってるんですよ。ここのところ、慰安婦問題の記事もほとんど出てきません。5月25日の中央日報の、韓国国家情報院長候補、慰安婦合意、与えられた環境で、最善を尽くした結果、という、記事くらい。これなんか、日韓合意を認めにかかってますからね。大統領が変わって、一気に方向性を変えてきた可能性もありますね。用日、戦略を徹底してきていますね。でもです、議員の過半数はまだ反対勢力、反日、です。そして、国内で何かあればいつでも、反日に切り替えて保身に回るのが、韓国大統領の常です。記事の終盤です。外交消息筋は、韓米首脳会談、日米首脳会談を経て、インド太平洋経済フレームワーク、IPEF に、韓国と日本が共同で参加するなど、韓日米の3カ国協力の必要性が一層大きくなった状況、としながら、既存の北核イシューの他に、経済安保イシューも幅広く扱われるものと見られる、と述べた。一方、各長官は来月中旬の訪日を前後して、米国を公式訪問する日程も、現在、調整中だという。IPEF って日本は韓国と共同で参加なんですか？日本は日本ですよ。なんか気持ち悪いすり寄り感。岸田首相はバイデン大統領には、日米間の連携がこのアジア地域の平和と安定になんら、寄与しないことと実のある、日米間もしくは、日韓連携は実現できないことをはっきりと伝えるべきでしたね。もう政治的な関係改善ができるほど、日本の国民感情は韓国に向いてはいないんです。そこをなぜに、無理やり、改善、をしようとするのでしょう。何を急いでいるのでしょう。イム外相が林外相として正気を取り戻してくれることを切に願います。外相会談とかやめてもいいんだよ。てか、断りなさい。悪いことは言わないから。マリンがパパに冷凍庫をもう少し大きいのにしないかと、持ちかけているようです。パパ、断りなさい。悪いことは言わないから。大きな業務用冷凍ストッカーが処分費が高くつくことを知っているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。